ラレマーキャッツアイ効果が入っているラリマーとは、ペクトライトの中でも、特に青色系のものを言う。発見は1974年で、その美しい海のような色合いが評価され、今まで宝石としての価値が見出されていなかった、ペクトライトに注目を浴びるようになった。ドミニカ共和国、バハマ国で見つかっているが、採掘が行われているのは、ドミニカ共和国にあるパオルコ鉱山のみである。また、 結コ共和国でも青色系のペクトライトが見つかっている。ペクトライトには様々な色があるが、ラリマーの青色は不純物である銅に起因すると言われている。また、桃色のペクトライトに比べると少ないが、シャトヤンシーを示すものもある。近年、パワーストーンとして注目されたため、ルースとしての需要があり、ラリマーを使った装飾品が作られている。チャロアイト、 スギライトとともに世界三大ヒーリングストーンの一つとされパワーストーン外交家に人気がある。ラリマーの語源は発見者の一人であるドミニカ人ミゲルの娘ラリッサと海を表すスペイン語マールの組み合わせである。ドミニカ共和国のナショナルストーンに認定されている。ありがとうございます。